どんな時も Wi-Fi の無制限プラン終了です。皆さんこんにちは、水おじさんです。今日は、どんな時も Wi-Fi の無制限プランが終了するということで、ちょっと簡易的な編集になると思うんですけども、動画の方を上げていきたいと思います。まず終了ですね。今日の朝突然メールが来て、どんな時も Wi-Fi、重要無制限プラン終了と代替プランの移行についてというメールが来ました。結構皆さん騒がれてるようですね。なんで終了するかっていうところ、まあ詳しくはウェブの方見てほしいんですけども、実際どんな時も Wi-Fi ってね、まあどんな時も使えて無制限だったんですけど、実際は無制限じゃなかったり、制限かけられたり、いろいろあって行政指導とかも入ってたんですね。で、ただそれにちょっと耐えきれなくなるってことですね。採算が合わなくなっても事業としては続けられなくなるということで、無制限プランは終了となります。代替プラン5つ、これを見ながら、このプランはこの人、このプランはこの人っていう風な話をしていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはアップル製品の最新情報だったり、今回のようにネットワークの最新情報、裏技特集、ガジェット系の真面目な検証、ふざけた検証などをやっております。こちらのように iPhone 12 の最新情報の解説などもやっております。ガジェット系最新ニュース、詳細な情報をチェックしたい方は、ぜひチャンネル登録をして、今後の動画でもお会いいたしましょう。はい、それでは早速代替プランの方を見ていくんですけども、まずこの無制限プランがいつ終わるかっていうところを話していきます。これは2020年の10月31日土曜日をもって終了するそうです。なので無制限に使えるのはその日まで、で制限自体も今までかかってたりなんだりしたんで、その辺もやっぱりかかりつつ終了していくのかなと思っています。はい、それでは代替プランの方を見ていきましょう。一応ですね、5つ代替プランが用意されてます。とりあえず見るだけならお得なものもありますし、いやここまでいらないよっていうプランもありますし、全く乗り換えてやるようなものもありますし、なんかいろいろあります。ちょっと見ていきましょう。はい、まずはこの5つです。まず1つ目がモバレコエアープラス 30GB 特典、2つ目がモバレコエアーのプランで、3つ目がなぜかソフトバンク光をいきなりおすすめされます。4つ目もこれもちょっとわかんないんですけど、ブロードバンドのブロードワイマックスと、ワイマックスの方をおすすめされています。5つ目がどんな時も Wi-Fi なんですけども、これがライトプランといって 30GB の制限付きのどんな時も Wi-Fi になる。でこの5つがあります。なので1つずつ見ていきましょう。はい、順に見ていきます。このモバレコエアープラス 30GB 特典、これは家でも外でも使いたい方ということでおすすめプランになってます。なのでこれモバレコエアープラス 30GB 特典って何なのかと。でモバレコエアーっていうのはソフトバンクエアーと全く同じだそうです。なので家庭用のルーターですね。家庭、家で使える Wi-Fi です。これは工事いらずですぐさま使えるタイプのやつですね。なのでもし今どんな時も Wi-Fi だけで家でも運用しているよっていう方にはかなりいいプランだとは思います。でモバレコエアーとさらにどんな時も Wi-Fi もついてきて、値段の方が今のどんな時も Wi-Fi の契約だけ無制限プランと同じくらい、3ヶ月目からの料金が実績ですかね、3344円と。今ってどんな時も Wi-Fi だと3500円近く払ってるはずなんで、このモバレコエアーとセットでまあ 30GB 1000円かかってしまいますけど、家でもどんな時も Wi-Fi 使ってた方はこれがかなりお得だと思います。ただ契約解除料は9500円かかるので、つなぎとはいえど解除料のことも考えておいた方がいいかもしれません。はい、次2つ目、これはモバレコエアーのみの人、家の中で大容量で使いたい方ですね。さっきのモバレコエアーだけついてくるプランで、このセットもあるんですけど、これなんと月額料金先ほどと同じです。3344円。うん。なので、これをやるなら、さっきの第1番目のプランの方がいいかなと思います。この2個目はどんな時も Wi-Fi がつかない版です。まあ、キャッシュバックが最大15500円ってなってるんで、そこのお得が何かしらあんのかもしれないんですけど、一応そんな風になってます。ただ、今までどんな時も Wi-Fi 契約してる人っていうのは、おそらく外でも使ってると思うので、買ってみたら意外に家でしか使わないっていう人にはこれでもいいかもしれません。はい、そして謎の3つ目、ソフトバンク光、家の中で高速大容量通信したい方、モバレコエアは言ってもそんなに早いわけじゃないんで、ソフトバンク光を引いてしまいましょうという、なんか謎のプランです。戸建てとマンションで、ね、値段の方が違う。戸建ては5200円、マンションだと3800円。ただキャッシュバックが最大29000円ってなってるんで、これもなんかこのキャッシュバックのところを見ていけばもしかしたらお得なことがあるかもしれませんが、完全に家用ですね。完全に家用なので、これはどうでしょうね。ソフトバンク光に入りたいって思っ、ちょうど思ってたんであればちょうどいいかなというぐらいですね。そし
して4つ目、ブロードワイマックス。これ外出先で使いたい方と。で、ブロードワイマックス。うん。これは、要はワイマックスですね。月額はご利用開始月に限り2700円ですけど、まあ現実的には3ヶ月目から24ヶ月目のこの3411円。ここが現実的ですかね。値段はまあ今のどんな時も Wi-Fi ぐらいで、で、容量の制限は、特に制限はないんですけど、3日で 10GB 使ったら制限がかかるという仕組みになって、なので3日で 10GB 使い切っちゃうような人には向いていません。逆に3日間で 10GB 使わないよ、どんな時も Wi-Fi の 30GB と違ってそれ以上使いたいよっていう人にはうまく使えば 30GB 以上を無制限で使える可能性があります。ただ値段が一緒ぐらいだっていうのがちょっと気になるところですね。使い方次第でうまく使える人がいるかもしれません。そしてこれは利用開始までが早いです。2、3日工事不要と、まあ要するにこの端末が届いてもうあとは使えるよということですね。私もワイマックス使ったことあるんですけども、届いたその日からすぐ使います。最後5つ目、どんな時も Wi-Fi ライトプラン 30GB。 これも外出先で使いたい方と。で、これが今までの使い方に一番近くて、ただし 30GB の制限がありますというプランになります。値段も今まで通り3480円ですね。で、データ容量は正しい 30GB まで。1日 5GB 制限。1日あたり 5GB 制限ありとなります。で、こちらは一番いいのが契約解除料なしです。なので、これを使っておいて、まあ持たせて、そのうちね、5G も始まるんで、5G に乗り換えるために、これに乗り換えておくっていうのはありのような気がします。私はちなみにこれに乗り換える予定です。これは利用開始まで即日とあるように、下にサービス特徴と書いてあるところに、お持ちの端末そのまま継続利用が可能。なので、国内は 30GB までずっと使えるということです。これはね、下に注意書きがあって、申し込み上限数に達し次第、受付終了させていただく可能性がございます。ということで、もしかしたらこれが一番申し込み多いんじゃないのと思っている可能性があります。なので、これにしたい方は早めに申し込んじゃった方がいいかもしれません。今 30GB 以上使ってないのであればこれがいいですし、もしくはこの中にも該当しない、該当しないっていうのはおそらくもう 30GB 以上使いたい、無制限で使いたいという方だと思います。なのでそういう方はこの5つのプランを選ばず解約した方がいいと思います。普段なら解約料9500円かかりますけども、この乗り換えに関しては強制なので解除料は取られないそうです。はい、一応ですね、これの回答期限は10月31日、終了日までの回答期限になってるそうです。まあそれより早く連絡しておかないといろいろと不都合あると思うので、早めの連絡がいいと思います。もし10月31日までこのプランに回答しない場合は強制で契約が終了するそうです。その場合多分解除料も取られないで終了ということ大会になるんだと思います。先ほど言いましたが、私は、どんな時も Wi-Fi ライトプラン 30GB にしたいと思ってます。一応ね、他の Wi-Fi も探そうとは思うんですけど、10月までという余裕もちょっとあるんで、一応探しつつこのどんな時も Wi-Fi ライトプラン 30GB なんだろうなとちょっと思ってるところです。はい、皆さんはどれを選ぶつもりでしょうか。よかったらコメント欄で教えてください。もしくは私が間違ってる情報があったらこっちの方がいいんじゃないとかコメントで教えてくれるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。どんな時も Wi-Fi や Apple の最新情報はこれからも発信していきますので、気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録の方をして、今後の動画でもお会いいたしましょう。それではさようなら。